こんにちは今日は朗読理論講座の第72回目ですこれまで、えー、語り口と言いまして10通りあるというお話をしてきたんですで、そのとうとう9番目にきましてね9番目と10番目というのは演技口調というふうにまとめておりますで、これの概略は前回お話をしたんですけどもね71回でね で今日はその「格論」に入るんですけども、えー、演劇をやる方は是非この「演技口調の」の、うん、作品を訓練し,し,したらいいというふうに思っております。というのはですねどうもあの演劇って大変そのあのアクションつまり体の動きだとかセリフを覚えなきゃいけないとかね、えー、そして動きがあって で大変なあの振りまであるわけだから大変なんですセリフにどれだけのど努力というか、えー、時間を費やすことができるのかと。で私の考えですけども実は演劇っていうのはまずは役者が姿を見せると姿を見せて動くだけでも成り立つんですけどねこれが第一の、ま、アクションというか動きですよね。 で次のアクション動きであってそれが演技なんんでででですすパントマイムでもいいんですでその次に大事なのがセリフだろうとでそのセリフの訓練というか私の耳で聞いてますとどうも、えー、動きを抜いてしまうとそのどうもセ,セリフが生きていないというねそういう気がするんです。で あの演劇の一つのセリフの立て方の考え方にですね、えー、全ての音を立てるんだと全ての音を聞こえるようなセリフの言い方をしろとね今影響をされて <laughs> ちょいとそういう話し方になってますけどもねそういう考えがあるでそのためにある訓練をするんですけどもそれはあの母音発声法だと。でこれは何かと言いますとね 言葉の中でそれぞれの母音が「等う」か「とう」かと言いますかね同じ質であるという前提に立っているわけです。ですから、えー、この例えば「あの男を殺したのは私です」っていう時にこれを全部後ろの母音だけ取って発音するわけですね。 とやるわけです。<laughs> でこれ果たして有効かと言いますとじゃあどういうセリフを言うんですかというと「あの男を殺したのは私ですしかし女は殺しはしませんではどこへ行ったのか」っていうねこう言わざるを得ない。で多分おそらくですね非常にあのロボット的。 あの人工的な響きに聞こえると思うんですね。で、これはなぜかというと、あの通常のね。言葉の言い回しでは、一音一音は糖質ではないんですね。私の考えでは、朝母音、深母音の組み合わせです。日本語はつまり緊張と緩めなんです。浅い母音から深い母音に緊張が入っているんで、緊張緩み、緊張緩み、緊張緩みというと。 何が起こるかというと、リズムができる。で、そのリズムの単位が二音か三音で区切られているわけです。で、こういうふうになると、どうなるかっていうと、あの男を殺したのは私です。あの生麦、生ごめん、生卵というふうに合う、合う、合う、合うっていうのが、実はあの非常に。 自然な発声でありしかもあの,言葉の区切りとして自然なんですねであとは体の動きと一体化している言葉がでそういうあの言葉立てをするのがあの演技風だとでこれには、ね、ですね朗読にも影響してるんですね。で今言ったあの「一音一音きれいに聞かせなさい」というのは実はあのアナウンス。 ナレーションはいろいろありますけどもアナウンスの系統ではやはり「あの男を殺したのは私ですしかし女は殺しはしません」って言った途端に一音一音が均等化されるから言葉のリズムも意味も実はなくなって何が聞こえるかというとあの前回話しましたけども。 その朗読というのは音声訳であると一,よ一文字一文字が声に音に変わるのだというねそこの発想,発想が一つあるあとはですね、えー、言葉とといいううもののは一音一音音正確さでで成り立つという考えですねで私も今使ってるんですけどあの実はこういう,う音声入力ソフトというのがありましてね このソフトのエンジンというらしいんですがねそ,のそれはねブロックでこうっていうねこう,うなればというね単語のき音の切り分けではなくてね一つの単語のまとまったある種の塊でもってあの認識をしていくんだそうです。ですからこれは自然でねこの演劇用的な読みを考えるときにも それが大前提になるで、えー、ど,どこに注意したらいいのかというとそこの入り方あとはですねえー、どこで切れるのか。でよくあるのはやはりあの演劇といいますとねすらすらと声を立ててテンポよく読めばいいと。でどこで切 でもそのある程度のテンポで区切っていけばセリフは伝わるんだと言うんですけど実は構造が無視されてるでこれはですね例えばあの「あの男を殺したのは私しかし女は殺しはしませんではどこへ行ったのかそれは私にも分からないのです」っていう早く言うと「この人かっこいいな」とかねあの音楽で言うところの早引きみたいなもんですね。 あのテンポよくアップテンポで弾くとねうわーって曲芸みたいな音楽ありますけども実はセリフは意味が大事だとでどこかと言いますとね、えー、例えばこの1行,目1行目の文ですけどこれはね「あの男を殺したのは」でこういうことなんです。でこれがね「ねの」でまとめてんですね。 あのの男を殺したものは私ですだから完全に切れるのはこの「輪」で切れる。でこの「輪」をくくりましたのはここが一旦の停止。で今「あうわうわうわう,う」と言いましたけど決定的な区切りとか「あの男を殺したのは私です」というねここで止まった時のこの,あの深い深母音です。 これがある意味ではあの区切りを意味している。で、私がこの脳をくくったのはあの男を殺したものはとか殺した奴はっていうんで、ここで歯で止まった時にそれがまとまって意味を持つ。であともう一つは、えー、大事な言葉は先頭に来てる先頭に来る言葉が実は一番あの意味の強いよと。 で、そこがあのー、セリフのかかり受けになってる。だから、この場合にはこののがあのー、このフレーズのね。頭なんです。あの男を殺したのは？私です。こういう感じですね。あの男を殺したのは私です。私私 <laughs> でちょっとついでに言うと。 「私ですは」はさっきの23切りで言うとこういうふうに切れるんですけどもで2音3音の時の2音目から実は深くなっていくんですそしてここでしっかりと「私」で「私」でくくられてですも深い音なんですけどもねですからあの特に演技的に読む場合には気持ちの入り方が大事。 でその気持ちの入るところのこれをねあのもっとセリフを立てろとかねそこを捨てろというんですけどもでこれ一番大事なのはね「あの」って言ったらねもう全部つながっていくんでずるずると「あのこ,この山かっこの中は俺だ」「あの男を殺したのは私です私です」っていうね「私」<laughs> でこの「の」と「し」が。 決定的に強いでここでこれがすごんでるんです。えー、これ太政丸っていう三族でねあまあ話ご存知の方はお分かりでしたけどこ,こいつがあのこの藪の中で一番犯人らしい男で一番ドスの効いたああの一人のセリフを言ってますねそことか大事で,であとは区切りですね「しかし女は殺しません」しかし これ切れ切ますね「女は」でここで止まる「女は殺し」っていうのはしかし「女は殺し」つながってないんですよ。「女は殺しはしません」「女はこうしこうです」っていうねしかし「女は殺しはしません」でこの線がまたあの「不可アクセント」と言ってますね。し、うん、しかしのし でこれもね面白いんですあのしかしの詩はアクセント辞典調べるとしかしってなってますかについてますね私は常にほとんどしかしという場合ほとんど使わないですね頭の詩にアクセントある女って言うといくね女の運ですで演劇がなぜ強いかというと言葉が強いんです でもしこれを、えー、いわゆるあのー、アナウンス風に読むとこれらのアクセントがみんなあのー、高さアクセント高さアクセントに変わりますあの男を殺したのは私ですしかししかし女は殺しはしませんですねつまり繰り返し言ってますけどあのー 高さアクセントの原理というのは日本説明を上げて伝えなさいと上げてて伝伝ええななささいいとこれを逆に言うと表現というのは上げて伝えるんじゃなくて自分の中でで主張をすするわけですねそうすると構えが後ろへ沈み込んでいく形で力が入っている。だから「あの男を殺したのは私です」というのに対して「あの男を殺したのは私です私」。 私です「しかししかし女は殺しはしません」しかしししかし女は殺しは殺しませんっていうのとね「しかし女は殺しはしません」というわけです。でこれ演技風どうしたらいいんですかっていうとね一生懸命あの、えー、気持ちだとかね解釈を考える人いるんですよ。 全部をよ読んでこれはどういう状況でこの男はこうであってこうであるというねところがあの演技風のお表朗読の表現としたら実は、えー、全体状況の観念的な理解に言葉の意味を当てはめるんじゃなくてですね一言一言の節ごとに 手がかりはあるんですでこれ分かるのはねこの太政丸っていうのは今ね「知らす」というかあの調べるところに座らされてる。で調べ取り調べのやつは多分上にいるでしょうでお前そこに座れっていう形で低い位置にいる。でそ,れそ,れそれに向かってお前は でこれもね意味的なことやってるときりがないんですけど解釈的なことはあの男を殺したのお前が「お前は殺したろ」っていうふうに言ってるわけですよ。でそれに対して答えるんだよってこの程度の設定が分かればいい。うん、でそれ分かったら「お前殺したな」って言われた時にこの男が話し始めるっていうね。でそのきっかけが「ああそうだ」っつ うん、でこれもすごいでしょお前が殺したのかお男を殺したよってどうもこれい直ってる感じあの男を殺したのは私です私ですあの男を殺したのは私ですあの男私この私をしっかり主張するともうい直ってる感じがわかりますね。 <laughs> 俺がやったんだ文句あるかっていうねそういう気持ちになってきます。でなってくることが大事なんですよ。だだから全体がこここれは、ね、実ははね実いいつは居直っていてこうだよという解釈をされてではどこの声にどう力を入れるかというところで積み上げていって中に入るだから入る入るためのちょっと書いておきましょうかね。入る入るる心にための ねえー、言葉の力です。入るためのの言葉の力が演技なんですで実はこれまであの語ってきましたけども特別に演技口調になるとそのアクセントの力が必要あの深アクセントですよ。そういうものがもう節々にある。ですから これ3回4回読んでみてくださいそういう気になりますから言い直った気になりますあの男をあの男を殺したのは私ですっていうのをこういう読み方してるとね「あああの人はどこかで会いました」っていうね「<laughs> 皆さんあの男を殺したのはまるさんです」っていう知らせてるような言い方ではない。それは力の入りどころがねアクセントの入りどころが違う。 しかし、どこ,こで切ってます。女は殺しはしません。女は殺しはしません。で、このしっかりアクセント力を入れて読んでる。しかし、女は殺しはしません。力ないですよね。しかし、女は殺しはしません。女は殺しません。男は殺した。しかし、女は殺しはしません。<laughs> たった一行半ですけど。 このぐらい読んでみるると何か見えてくるで、えー、これがねこれもあの読んでる人は分かってるでしょうがここのところ、うん、黒でつけようか、うんこれねこれがなかなか分かんない人。えっ、ー、てこのね「ではどこへ行ったのか?」って「ではどこへ行ったのか? <laughs>」。 このではどこへ行ったのか鍵なんです。分かりますかな役人がね何を言ったかがこの二行を読んだだけで分かるんです。お前が殺したのかうん。お前が殺したのかえお前男を殺したろうって言われるね女はどうしたんだっていうふうに言われたあの男を殺したのは私です。しかしか 女は殺しやすい女は知らないよ女は殺しやすいでこれが「じゃあお前どこ行ったか知ってんだろう」うでこれをね立花丸が取るんですよ。ではどこへ行ったのかなんて聞くのかというとこの態度はね最初の二分は居直ってんですけど今度はちょっとバカにしてるでしょ じゃあお前どっか女の行方を知ってるのかっていうと「ではどこへ行ったのか?」ってこの「か」っていうのはね「そんなこと聞くなよ」っていう「う <laughs> ではどこへ行ったのか?」でこれあの調べ役に向かって言ってるわけです。ではどこへ行ったのかってちょっと間があると。でこれも「では」「どこへのどがでかまる」「ではのでもでかまる」「ではどこへ行ったのか?」 このかですね「どこへ行ったのか行ったのか」たはあのちょっと高いアクセントでですね。ではどこへ行ったのか「たのか」「た」っていうこれはね相手に向かってるんです大体いい浅くて高いアクセントっていうのはあの相手をバカにするとか相手に向けた言葉なんですね。ここのではもどこもどね実は ではどこへ行った？なんてと自分で確かめてるからあの深くなるね。どこへ行ったのか行った？行った。<laughs> 実はこの他でもいいんだよね。他にもうクエスチョンがあるんですよ。あと言わなくてもいい。だから演劇やる人はこのたがきちんと他の高い音で相手にどこへ行った？どこへ行った？このたって言った時に。 のかが入っってるではどこへ行った「そんなこと聞くなよ」って言うんで「そりゃ」って言ったらねわからないってこれ見たらば「あちょっと考えた」<laughs> で「そりゃ」つってことでねこれ止まるんですよ。これはんて言おうかなって考えるこの「間」が出てくるこのセリフに。それ 私にも「わた」の今度は「た」がでかですねでさっきの「にいさり」っていうとこうなるねさっき言ったのはあの1音ずつ読ん,だ読んでしまったら1音ずつの母音が均等になるからちっともその言葉の意味持った表現が出てこない。 で、それを生かすのは、やっぱやはりアクセントで、あのつくアクセントをつけて言えって言うんですね、うん。で、この一文だって、なかなかですね。それは。私にも。にも、これ、あの小さい。小さいアクセントです。分、うん、かんなくなるかな。小さいアクセントっていうのは。あの浅いアクセントです。で、誰に言ってるかというと。にも。 私に相手に向かう、ね、私にもわから分からないのです。この「の」もねでこれは自分で確認するのと相手に向けて言ってるそれは私にも分からないのです分からないのですのですのです、ね、でこののでは で、ですは、そんな力入れない。で、演劇で、あの、セリフ指導する人はね、ここんとこ立てろ、ここ、ここ捨てろって言うんですけど。これど、どこ、どうするかっていうのは、そこまで具体的に指摘できないですよね。だから、多分、それはを立てろ、私を立てろ。わからないって、それは、私にもわからないのです。それは、私にもわからないのですって言ったらね。全部軽くなる。それは。 私にも「わからないのですわからないのですわからないのです」というふうに「の」できちんと押さえ込むとねそれが出てくる。<laughs> でこうやっていくとねきりがないんですがねもう22分たちましたでここで「間」があるまた面白いんですねこれもなんですこうちょっちょ「まあ」っていうのは何ですか わからないいのでですすってこれうまよね芥がねつまりセリフっていうのは一方的に言ってんじゃなくてこのセリフをきちんと読めたら誰に向かって何をするかっていう動作までわかる。でまあお待ちなさいっていうところで相手の怒ったんです調べるやつが「そりゃ私にもわからないのです」って言うと向こうが。 「お前、まあ、そんなこと知らないとまたとぼけてんだろう」っていうようなこと言うわけですね。そうすると「まあお待ちなさい、ね」こいつ偉いやつだよね <laughs> 落ち着き払ってるっていうのは言うからだから落ち着き払って言うんです「まあまあお待ちなさい」<laughs>。でこれずらずら読んでったらそういう微妙なね間合いとやり取りが全く見えなくなってしまう。で「まあ」で間があるわけですよね。 まあですよ「まあ」じゃなまあ」ってこの「デカ丸」でつけてるのは要するに言葉じゃないんですね感情のある深い「ああまあ」って言ああ」でもいいわけですよ演技だったらわからないですああ」まあ言わなくてもいい「あお待ちなさいお待ちなさい」お待ちなさい「お待ち」ですね「お待ちの地」です。 「お待ちなさい」「ここのとですすねねかかららフレーズ始ままってお待ちなさい」「これをお待ちなさい」「いくら拷問にかけられても知らないことは申されますまい」って言ってね。いくらいくらできるんだよ」「いくらかけられてもいくら拷問にかけられても」ても これ止めて知らないことは知らないこと知らない知らないのらね知らない知らないのらは知らないにするかこれわざとちびにするんですね。知らなでこれ知らないっていうのは相手向けて知らないことは止めて申されますまい。まいいいが強んですこれは朗読やる人弱のの文末 おくくりどめ文、ね、末のとこでどのどこに力を言ってる入れて言ってることはいくら拷問にかけられても知らないことは知らないことは申されますまい申すまいうされますまい <laughs> と出した途端に「まい」この「ま、えー」近頃言ってるのは「声が通れば気持ちが引っ込む」。 で今,今の場合だ声が通れば気持ちが消えるんです気持ちがないんで気持ちがなくなるですね、うん、あとちょっとやって終わりにしましょうか「その上その上その上」その上っていうのはこれもね「その上」ってどういう意味ですかいくら拷問したって俺は知らないんだから言えないよ本当まだ分かんないですよ。でそう言ってるけど本当は知ってるかもしれないっていうのもまだ 分からず曖昧なまま読んででいくわけですねその上あこれだからそれに加えてなんだそれに加えてしかもってね私もでこのもう止めるんです私もここでまた切れるこうなれば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 これもね 高いアクセントって相手向けでねこうなればこうなればでこの高いところで相手に向かって言葉がと、るこれがあの高さアクセントですねでこれはあの伝達をしてるこうなればでここでねこれがこうなんだ山格好でくる「卑怯な卑怯な隠し立ては」でここでしっかり止める。卑怯な隠し立ては 卑怯な隠し立てはしないつもりです」っていうね「緩んではだめ」文末の「止め」がもうセリフの決定です。「卑怯な隠し立てはしないしないしない」ないないの長手がですね「しないつもりです」です。この「です」はあんま力ないだけど「です」「しないつもりです」といかないで「しないつもり で「でに」にアクセントでここで「で」で止めてでここでくくったところがどういうふうにきちんと力が入って読めるかねセリフの力の入れる部分っていうのはこういうふうに深い母音の力深い母音で力を入れていくそれによって何ができるかというと口だけで」 読読んででしまう浅い母音で読むとねだから演技にはならならいつまりあの今結構いますよね私いろんな、まあ、テレビドラマとかなんか見ていてもそういう特に今指摘したようなきちんと深いところに止める声が出ないつまり一番分かりやすいのはね怒りの表現ですよね怒った時の怒鳴り声。あれは あの浅い声で怒鳴っちゃダメなんですよ。浅い声は怒鳴れないんですよ声浅い母音にした途端にそれが何かお話のようになってねいかねばか野郎なああ野郎ああ野郎ああ野郎!ああ野郎ああ野郎」っていうのは「ふざけんなてめえてめえ!めえ」っていうの「ふざけんなてめえ!」っていうの「ふざけんなてめえ!っめえ」っていうね言葉としては聞こえるけど全部感情が抜けてる。ですから 演技で一番大事なその感情表現にはなっていないというねそういうところであります、えー、ほぼ時間になりましたのでここで、えー、終わりにしますどうもありがとうございました